ここをアップデートして、ここをこうして、じゃーん、早い。できました、おちびさん、ありがとう。ほんでは、セームスのとこに帰ろうか。おい、セームス、持ってきたで。うん、どうでしょう、治ったんだね、すごい。こっちに持ってきて。ピングの反応があった。パパはまだ生きているってこと、信じられないよ。トラッカーの指示に従おう。パパが行った場所もわかるかも。うん、ついていきましょうか。あ、怒ってんね。ここを通ると怒られる。もしかしてこの先の扉？そこ？あ、そうだね、この奥か、この扉。間違いない、パパは本当にスラムを出たんだ。そこは危険だけど、僕は真実を知る必要がある。やってみよう。これはザークがいそうですよ。うん、ニューエリアか。うん、よかった、こいつ来ないかと思った。今んとこザークはいないね。あれは全部ザークの卵だ。きっと僕らを食べちゃうんだ。これ以上僕は進めないよ。君みたいに走れないよ。僕だけザークに捕まっちゃう。確かに。ほら、このバッジをつけて。パパがこれを見たら、君は仲間だと分かってくれるから。アウトサイダーバッジ。うん、ありがとう。僕がドアを開けてあげるよ。うん、そうだね、君は来ない方がいいね。私に任せなさい。ちゃんと閉めるんやで。うん、いいね。じゃ、行ってくるよ。アウトサイダーバッジを手に入れた。今のところザークの姿は見えませんね。こっちかな？デッドエンド。あ、いるね。そこにいる。ダッチの奥にもいる。どうしようかな。ひとまず右側を回っていきましょう。うわぁ、滑ってしまった。駆け抜けましょうね。で、こっちを抜ける。で、先にもいるわ。はい。よいしょ。いいね。この道なんか、まずいまずいまずい。この道、最初のマップに似ていますね。地上のマップにちょっと似ている。まだいるけど、うん、抜けることができた。最初のね、この猫ちゃんが仲間たちと歩いていたマップに似ている。うわ、言い過ぎじゃないですか。うん、でもなんとか抜けることができなかった。下か、下に行かないといけない。 OK、
よーて、まだいる、まだいる。まだまだいる。よいしょ。うん、ここまでは来れないか。ふう、一安心。で、次にここかな。よいしょ。下に行けそう。すごいっすよね、この着地する能力。ではもう一回。よいしょ。うん、届きそう。んと、もう一回か。せーのと。うん、今のところはザークの姿は見える、見える、いる。で、このドラム缶を多分使わないといけないんで、うん、どうすればいいのかな。まあ、ひとまず降りましょうか。ひとまず降りて、ん？なんだ？なんだ？おお、これは、急にドンキーコングみたいになったぞ。急なドンキーコング。うわー、痛い。大丈夫？大丈夫？大丈夫ですか？ずいぶん深くに落ちてしまいました。ドックはこの辺りのはず。まもなくですね。あ、ほんと。この辺りにいるのか。あ、で、また足を引きずっている。かわいそう。なんか痛そうな声を出している。あー、舐めてますね。足を舐めている。あ、で、回復したね。回復したね。奇跡の舐め足。上に行けそう。上かな。で、さらに、この上。ほい。で、ここを回って、より上。あ、これはなんだ？うん。ポップな絵が描いてある。向こう側に行ける？うん、行けそうですね。こんにちはっす。おい、ドック。いるか。なんか生活感あるね、ここは。バスケットボール。何やら生活感がある。うん。ま、でも、ドックの姿は、見えないね。アイテムを使う。これまたなんか、8つの穴があるんで、ここにプラグをはめるという感じかな。うん。まあ、多分そういう感じでしょうね。うむ、発電ジェネレーターです。ただし機能させるには、何か別の部品が必要のようです。うん。ということは、これを機能させるための部品を探すということになりますかね。なるほど。このケーブルがずっとあのジェネレーターから続いているんですよね。この奥まで続いている。で、この上か。この家の中に続いている。あ、入れるね。入りまして、ザークがいる。うん。ザークがいる。これはなんか、ドックがいそうですね。うん。なんか生活感がある。電気もついてるし。これを抜いたらやばそうか。なんか生活感があるんで、いそう。いた！いた！これか！これがドック。
うわぁ。待て、ザークではないな。誰だ？わしのバッジをつけているではないか。どこで見つけた？わしの息子からもらったのか。ああ、セイムス。賢いやつめ。なんか配線ケーブルが、アインシュタインの髪型みたいになってますよね。とても科学者っぽい。長い間ここに一人でいる。ディフラクサーのテストのためにここに来た。でも、うまくいかなかった。ディフラクサー。家に戻りたい。泣きたいほど息子に会いたい。帰ろうよ。家の中は自由に見てくれ。だが、どうやってこの場所から抜け出すかは、わしには皆目見当がつかない。なるほど。そのさっきのネブライザー的な名称のものが武器か。ドック。うん。そうだよね。外に出るとザークに襲われる。だからそのネブライザー的なもんを作って、ん？思い出す。なんだこれ？戦士的な？人間たちはこんな格好をしていました。嘘つけ。こんな人間おるか。まあでもそうか。武装をしていたということか。武器と盾を持っていた。武器と盾と兜。まあ戦争をしていたということね。彼らは小さくて音をたくさん立てながら走り回っていました。はい、思い出しました。それは子供たちです。戦争じゃないんかい。ヒーローごっこ的なことか。子供たちがいるとストリートには活気が出ました。子育ては大変ですが、大人たちは子供を大きな愛情を持って育てました。ドックはセイムスに会いたがっています。それも同じことでしょうか。なるほどね。ところでこのロボットたちはどうやって繁殖するんでしょうね。まさか受精して誕生するってこともないだろ。親がこう作るっていう感じなのかな。で、この上はあと。あれ、来ている。どうした？これか。これがなんか、なんとかライザーか。ディフラクサーか。おい、そのディフラクサーには気をつけろ。フルチャージで、ザークどもを紙吹雪のように吹き飛ばせるのだ。え、使えばいいじゃん。この赤ん坊を動作させるには、1.215W 必要だ。ここでそこまでの電流を起こせるのは家の外にあるジェネレーターだけだ。さっきのものか。起動しないな。ヒューズが飛んでいるようだ。修理するには外に出なければならない。だが外にはザークどもがいて危険だ。いなかったよ。わしは機敏には動けん。だがお前ならやれるだろう。お前がジェネレーターのところまで行ってヒューズを取り替えてくれれば、わしがディフラクサーにチャージすることができる。こっちに来なさい。お前がすべきことを教えるから。なるほど。やっぱり外の電源をつける必要がある。あれがヒューズなんですね。さ、どうすればよろしいか。さあ、このヒューズを持っていきなさい。新品だ。うん、ヒューズをゲット。ジェネレーターの起動時に大きな音が出るから、ザークに見つかる可能性がある。お前がジェネレーターを直したら、わしがディフラクサーにチャージをして、直ちに起動する。このケーブルを辿っていき、ヒューズを取り替えるだけでいい。その後またここで会おう。グッドラック。お任せあれ。うん。さっきんとこね。さっきんとこに行けばいいのね。ま、場所は分かってるんで、ちゃちゃっとやっていきましょう。ま、そんなに簡単にはいかないんでしょうね。ここにヒューズ使いましょう。ヒューズはめて、いいね、電気通った。どうだ？うわ、来た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 よ。あ、
いいね、こんな瞬殺できるんだ、すごいわ。あのドックが、うん、ドックがなんかうまいことやってくれるみたいなんで、ドックと協力しながら家を目指すという感じかな。 OK、 帰ってこれました。ただいま。嬉しそう、狂気乱舞でかした。ジェネレーターが直った。ディフラクサーのパワーを見たか。これでここから脱出ができる。ちょっと待て、ディフラクサーをお前のドローンに装着できるかもしれない。なるほど、 B ちゃんが使えるようになる。いいね、 B ちゃんがパワーアップした。うまくいった。ディフラクサーはお前のナイスなドローンにバッチリインストールされたぞ。電源が切れるわけではないが、あまり使いすぎると故障するかもしれん。ほんと危険だということは忘れるな。さあ村に戻ろう。息子よ、もうじき帰るぞ。これ死亡フラグじゃないの？死亡フラグじゃないですかそれ。うん、では帰りましょうか。どうやって使うのかな。あの破壊光線はどうやって使うんでしょうね。開けたらまだいるんじゃないの。いるよね。ドック、ザークを全部追い払って先に進むぞ。破壊光線を使うには L1 を長押し。あ、なるほど、こうか。いいね。あ、もうショートした、もしかして。あ、なるほど、思いのほか、うん、なんとすごい効き目だが、思った通りオーバーヒート。そうなったら少し冷やすといい。村に着くまでは持つだろう。うん、なるほど、オーバーヒートに気をつけつつ進んでいくという感じね。行きましょうか。どう？スイッチがつかない。電気が通っていないようだ。そんなとこまでバイオハザード、どうしようか。ドアを開ける方法がある。これに乗ってコロコロ、まずこれ動かしまして、でこれを向こうに、あ、上に乗れそう、上に乗ることができそう。ちょっくら見てきましょうか。うん、あの電源ケーブルがどこに向かってんのかってのを見てこようか。というかこっからなんか中に入れそう。行ってこようか。こんにちは。